11月3日タワーホール船堀で令和2年度江戸川区文化功績賞の表彰式が行われました。この表彰は区民の文化活動の向上および発展に高い実績を上げた方を表彰するもので、今年度は2名の方が受賞されました。今回受賞された方をご紹介します。田中松夫さんは長年にわたり独学で組子細工の技能を研究し、製作の大半を手作業で行う貴重な職人で、浜離宮やモア美術館の茶屋の障子などを手掛けてきました。一ノ谷定一さんは現在では数少ない飾り金具師として国指定の重要文化財である日枝神社本殿の飾り制作などを手掛けてきました。このほかにも地域の寺院や神輿の制作および修復など地域の伝統文化の維持・保全に尽力されてきました。おめでとうございます。お二人ともその高い技術と功績が認められ、令和元年に東京都優秀技能者知事賞を受賞されています。表彰に引き続き、斉藤区長より式辞がありました。お二人は江戸川区にとっての宝でございますし、私ども70万江戸川区民の誇りでもございます。これからもですね、それぞれの分野でご活躍をされて、江戸川区の中だけではなくて日本全体の文化向上につながる、そういったご活躍をいただくことを心から願いまして、私からのお祝いの挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。今回の受賞、誠におめでとうございます。江戸川区の文化のさらなる発展のため、お二人のますますのご活躍を期待しております。